内川は大阪府堺市堺湖を流れる二級河川。土井川合流点より下流は縦川と呼ばれる。内川は短冊型の町割が現在も残る堺市街地の北西を流れ、途中で古川と通称される放水路を分岐し、堺市街地の南及び南西を流れる土井川を合わせて大阪湾に注ぐ。これらの内川水系は、 堺市街地を取り囲んでいた観光の残存部分に当たり、潮の満ち引きで流れる方向が変わる、漢字岡線である。内川水系の流路延長は約 4.7km、流域面積は約7.96平方 km。以前は水質の悪化で生物はあまり見受けられなかったが、最近では清掃活動の成果もあって、魚が見受けられるようになった。 現在では、足が池から仁徳天皇陵の集合の浄化も兼ねて大潜水路を経て井戸水を導入しており、また出島漁港から海水の導入も行われている。大阪湾に西面する観光都市であった堺は市街地の北、東、南を堀で囲まれていた。この堀が土井川と呼ばれた。当初の土井川は1586年に 豊臣秀吉によって埋め立てられている。1568年の織田信長への屈服に、被験する自治都市の終焉を象徴する出来事だったが、1583年に始まった大阪城追記及び大阪城下の開発との関連が強く、堺商人らの大阪への強制移住と時期を同じくする。1615年の大阪夏の陣で、堺市街地は、 豊臣方の手によって火を放たれ全焼した。しかし、江戸幕府は、堺の復興に、すぐに取り掛かり、堺奉行の長谷川藤弘から地割奉行に、任命された、風間六右衛門によって、源那の町割と呼ばれる、都市計画が実行された。これにより、堺市街地は、以前より北、東、南方向へ拡張され、規模も拡大された、土井川が再び設けられた。 土井川の東部分の内縁には、大鳥群北の庄村、中筋村、へさき松村の農民を、現在の西木の町東から、南畑後町東間に移住させて、農人町が形成され、さらにその内側には、それまで、市中に散在していた寺院を移転させて、寺町が形成された。また、南部分の外縁には、港村の中ば市街化された集落が広がり、 これらの農村は、境回り四河村と呼ばれた。その後、1704人の大和川付け替えによって、沿岸部に大量の土砂が堆積し出したため、市街地の西にも、旧海岸線に沿う形で堀が設けられた。これが内川である。加えて、港湾機能が著しく衰退したため、完成年間に、田中樹平や吉川病衛門などの尽力によって、 現在の旧堺港にあたる新港湾と新地が開発され、新港湾に注ぐ建川、新地の西へ分岐する旭川と、通称される新堀川が形成された。1955年に旭川が埋め立てられ、昭和40年代に入ると土井川は北、東部分が埋め立てられて、南部分を残すのみになってしまった。北部分は道路、東部分は土井川公園。 平面道路、高架道路が建設された。1972年以降は、建川井南が土井川、伊北が内川という区分になっている。2006年4月1日、内川、内川放水路、土井川の管理業務が大阪府から堺市に移行した。内川、土井川では、毎年5月の単語の節句の時期に鯉のぼりを川沿いに掲げている。これは、 堺市の発展を支えてきた川に目を向けてもらうことや、子供たちに季節感を感じてもらうことを目的に、地元の堺駅前、堺駅前堺橋の両商店街が2004年に始めたもので、始めた当初は20匹ほどだったが、市民から不要になった鯉のぼりを譲り受けるなどして、年々数が増え、2010年には230匹ほどになった。かつて、内川、土井川は、 昭和の高度成長期の頃、工場排水や生活排水などでヘドロがたまり、ひどい悪臭が漂うドブ川であった。その後市が河川改修や下水道整備を行い、水質は徐々に改善。また、南海堺駅近くでバーを経営している人物が、友人と共に、自らの趣味であるカヌーを使った川のゴミ拾いを2000年頃から始める。この活動は広がりを見せ、 市や地元の商店街などから協力の申し出が出るようになった。その後、市から川をきれいにするためのイベントをやろうという打診があり、内川土井川祭りが開催。祭りを通じて、航空ごとの清掃活動が盛り上がりを見せ、不法投棄の減少につながった。看護クルーズは、道祭りでのイベントの一つとして始めたもので、イベントとして定着した後、 定期的に運行しようという声が高まり、2006年3月に NPO 法人、看護クルーズ境が発足。同年秋から定期船の運行が始まった。運行は3月末日から11月末の土日。南海境駅近くの川岸から出発し、川や臨海部をめぐる。所要時間は約50分。南海バスレーバン系統車トるバスが並行して運行されている。 ありがとうございます。